武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は高知大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが問題が2パターンあって、人文社会と教育の問題がそれぞれあります。まず人文社会からですが、こちら時間90分で、大問が4題、出題されております。うち2題が読解で、うち2題が文法、に関わる問題となっています。で出ている問題に関してですが、その読解の2題のうち片方は、国立の通常の、長文読解ですね。一般的なその読解問題、内容説明など日本語で答えるような問題が中心で、英文の和訳なども年度によっては出ているような形ですね。ただ、和訳そのものの問題自体はそこまで難易度が高いものではないので、全く書けないという状況でなければ、国公立向けの問題集や過去問などやっていけば、対応できるものだと思います。ただ和訳もちゃんと対策しておきたいな不安だなっていう場合であれば、英文和訳演習の基礎編、こちらはやっておきましょう。で長文の難易度としては、国立の、一般的な問題集、国公立標準問題集キャンパスなど、しっかりやっておけば十分対応できます。で文法語彙の問題に関しては、極正常、空欄補充の問題が出ます。でこれに関しては、ファイナルの標準編などの、一般的な文法書もしくは、ネクステージなどでもの大学受験の基礎内容がしっかり抑えられていれば対応できなくはないのですが、出題形式に正常問題並べ替えですねが出ておりますので、正常の対策はしっかりやっておいた方がいいかなとは思います。で、こちらに関しては、正常用の英作文、正常用の問題集ですね、短期で攻める、英語正常問題、600ですねなど、600の方までいるかと言われると正直もう本当に絶対落としたくない、ちゃんと対策したいという場合にはやっとく必要があるかなと思いますが、必須ではないというか、時間に余裕があったらやっとく、ぐらいで、いいかなとは思います。こちらが、人文、社会の英語となります。はい、では続いて教育学部の英語についてですね。こちらが時間が120分で、大問が6つ7つ程度、出題されております。で半分ほどが、文法で、残りの半分が読解と会話問題と、英作文という形で、出題されております。なので文法の出題率がかなり高い国立の入試問題という形ですね。で文法の出題形式に関しては4択語句補充、並べ替えなど出ておりますので、こちらを受ける場合にはファイナルの標準編まではしっかりやっておいた方がいいでしょう。で、正常、並べ替えが出ますので正常がちょっと弱いなっていう場合には短期で攻めるや、英語正常問題聖戦ですね、この辺りをやっておくという形になるかとは思います。で読解に関してですが、こちらは割とその、単語の補充する問題などが多く、日本語説明問題や和訳なども出たりはするんですが、そこまで、なんというか記述量が多い問題ではないですね、人文社会と比べても。なのでこちらに関してもキャンパスの対応しておくのと、できればそうですね、多義語などの練習をしたりなどしてちょっと単語、さまざまな問題に対応できるようにしておいた方がいいかとは思います。システム英単語の5章など使ってですね。でそれプラス問題集、そのキャンパスもそうなんですが、それ以外にも追加でやるとしたら、例えばやっておきたいの500や毎年出るの品質英語長文などの、長文問題集を使ってですね、いろんなバリエーションの問題に対応できるようにしておいた方がいいでしょう。そして、会話、に関して、ですが、会話の、どの会話が正しいか当てはめていくような、問題ですね。これに関しては慣れてればというか、その会話の流れがちゃんと理解できてればそんなに難しい問題ではないんですが、結構長い会話を作成しなきゃいけない、並べ替えて、選択して選んでいくような形になりますので、会話が苦手だっていう場合には英会話問題のトレーニングなどを使って対策しておく方がいいかと。対策するものがいろいろあってちょっとどこからやったらいいのかって話ですが、根本的には文法が割とできていればいろんな部分には対応できるかと思うので、文法をちゃんとファイナルなど仕上げた上でそれでも何かができないってことがあれば追加でやっていくような形でやるといいと思います。で自由英作文、こちらがですね、100ワード100もしくは150ワード程度の、意見を求められる、問題で、
こちらに関してはですね、そこまで、テーマとしてまあ突飛なものが出ないというか、まあ割と最新のニュース、などの問題を扱っているようなもの、にはあるので、ちょっと意見自体が思いつくかどうかという部分がまず、重要になってくるかとは思います。まあそういう意味で、通常の英作文の対策ですね、ハイパートレーニングの和文英訳編と自由英作文編、こちらの対策していくことも大事なんですが、過去問を解いて実際その出されている問題に対して自分なりに考えるという練習をちゃんとしておくということが重要になるかとは思います。以上が英語の勉強となります。